こんにちは、カジケイコです、ご覧いただいてありがとうございます。チャンネル登録していただいた方ありがとうございます。今朝は夕べからも雨が降っていまして、今は19度です。東京は22度ということでしたが、3度ぐらい低いかなと思います。先ほどまでは雨だれがすごく落ちてたので、ちょっとカメラに雨だれが映るといいなと思って、ライブででもね、ずっとあの雨だれを映そうかなとも思ったんですが、まあ、あの落ち葉の季節になると、ハラハラと、落葉が、ずっと一日ありますので、その時は、落ち葉の落ちる様子をですね、ここでカメラでライブ配信したいなと思ってます。今朝はですね、こんなことを考えてました。先日芥川賞、直木賞の、受賞ドキュメンタリーというのを NHK で、してたんですけども、ちょうどですね、私が書いた本にも見えない、あんまり自分の方を開けてみることないんですけども、最近 YouTube 始めて先生の言葉が気になりだして、本を開くようになったんですけど、いえ、賞は運ですって先生がよくおっしゃってたんですね。私が実力だろうって言ったら、賞は運ですっていうことで、まあ、その選考委員にもよるし、それから集まってくるその候補作っていうのがあるんです、あるんですけども、その候補作の前に、まあ、ノミネート、される、私のところにも、芥川賞作品推薦、してください、日本文学振興会から来たグループに来た、手紙がですね、案内状がその私のところに回ってくるんですけど、それでまあ毎半年に1回、まあ、最近はメールでですね、推薦作を日本文学振興会というところに送るんですけども、つまりその半年の間に雑誌、文芸雑誌に発表されたもう作品の中から、まあ、選ばれたその、予選のその前ですね、候補作になる前の集まった中から候補作が5、6編、今回は10編だったらしいんですけど、10編は大変、選考委員の方も 10作読むの大変だなと思ってびっくりしたんですけども、そのどの作品が、候補に上がってくるかによって、まあそれを運といえば、まあ運というのもあるかもしれないですよね。強い作品が、あればそちらの方に行くし、なければ自分が取れる場合もあるし、まあ受賞作なしということもあるので、そういう運不運はあると思うんですね。それから選考委員によっても、まあ、例えば今までで過去にでも選考委員、選考会が、その押し方というか推薦するんですね、作品を。意見が違うからって言ってもう辞退して、選考委員を、辞退して辞めたっていう選考委員の方もいますし、やっぱりその選考委員の方によっても違うしね。でもまあそういう運も含めて、受賞するかしないかっていうのは私は実力だと思ってるんですが、
私の師匠の先生は、富くじみたいなもんだ運だっていうふうにいつも言ってました。それでその運っていうのをですね、やっぱり占いなんかでもね、すごくYouTube でも流行ってて、まあ別に今流行ったわけでもないんですけども、なんとかですね運良くしたいっていうニーズはあるんだと思うんですね。それでテレビなんかにもですね、その日の星座の運、星座の、恋愛運、仕事運、お金運みたいな金銭運とかいうのを簡単なあれを毎日出してる番組がテレビでも出てたりするんですけども、やっぱり運不運っていうのは非常に関心が高くって、私も実は占い好きのところがあって、まあ、わざわざ探してまでは見たりそんなのはないんですけども、まあ、そういう機会があると、まあ、占いしてる人にちょっと見てもらったりとか、ちょうどそこに来てたら出かけていった時に見てもらったり、それから、自分ででもですね占いの方を見て占ってみたりとかいうことはします。でそれはやっぱりね人間の行動っていうか人生っていうのは非常に計算通りにはいかないっていう現実があると思うんですね。それでまあ宗教に頼るっていうこともあるんですけども、まあ占いとかですね、そういう運開運とか勉強したりしてですね、まあ少しでも運良くなりたいという前向きな人が多いんじゃないかなと思います。それで運不運っていうのは、まあ風水で、私も風水の本を読んで よくドクターコパっていう小林さんの本を読んだりしたことあるんですけども、それでですねカーテンを変えたりとかベランダ、マンションのベランダにですねハーブを置いたりとか、いいって言われると、例えばテレビとかそういう機械ものですね、オーディオとかってそういうものは、東側がいいとかね書いてると、ちょっと置き場所を変えてみたりとかってしちゃうんですよね。でそれはそういう人間の心にはやっぱり不安感もあって、やっぱりまあ自分は少しでも良くなりたいというふうな気持ちがあるから、まあ風水でですね、どっち向きの西向きのカーテンは黄色がいいとかね、お金が入るには黄色がいい、黄色い財布がいいとか俺とか、そういうのを見るとちょっと変えて、じゃあ自分も運良くなろうかなっていうふうになるんだろう、なろうと思いますね。でそれがそうしたから良くなるかどうかは分からないんですけども、やることによってですね、やっぱり例えば風水なんかでも玄関のね叩きに、今マンションなんかだとね土間っていうか叩きが小さいですけども、狭いですけども、玄関にね靴やらまあなんていうのサンダルみたいなものをね、脱ぎ散らかしてると運が悪くなるって書いてあるんですよ、風水の本に。それから傘とかをね玄関に出しっぱなしにしてるとかね、傘立てを玄関の中にマンションなんかでも置いといて、それでそこにね傘を入れるでしょ、帰ってきたりすると、マンションは外に置けないですから、戸建てだったら外に壺か亀とかそういうねおしゃれなものを置いて、そこに傘入れて置いておくということもできるかもしれないけど、マンションはそういう外に出してはいけないことになってますので、共同住宅ですから、そうするとね玄関の中、叩きの中、ドアの中に傘立てを置いて傘を置いたり、それからまあ靴箱というか下駄箱というか、そういうものはマンションの中にあるんで、
狭いあの玄関にですね、まああります、取り付けてるのもあるし置いたのもあるしっていうことなんですけど、そこにね全部履物を入れないで、まあ家族がね多いと、例えば子供なんかいて帰ってきて、まあ綺麗に並べるにしても、あのその叩きの上、叩きっていうのは土間のところですけども、あの置きっぱなしに靴をするお家があるんです、あるんですね。なかなかその靴箱に入れると靴箱ももういっぱいになって、もう入らないとかもあるんでしょうけど、それで、あのでも風水ではね、開運っていうのでいくと、運を良くするには玄関に靴や履物を出しっぱなしにしたり、傘を出しっぱなしにしたらいけないって書いてあるんですね。それで玄関っていうのは運が入ってくるところだからっていうんだけど、私はその運が入ってくるところっていう、まあその風水のことはそれは別としてですね、やっぱり玄関っていうのは外に行くことと帰ってきた時のまず出入りするあのスタートの場所なんですね。だから例えば会社に行く、仕事に行く、それから子供が学校に行くとか行ったりする時にね、気持ちよく出かけるっていうことだと思うんですよ。気持ちよく出かければ、なんていうのか、その気持ちが、そういう気持ちだ、暗い気持ちで出かけるよりも、明るい気持ちで出た方が、例えば出てですね、まあ出たところで、車に出会うとか、自転車にぶつかるとかですね、いろいろそういう事故もありますけども、なんか気分よく動いてる方が、そういう、会いにくいっていうのもあるんじゃないかなと思うんですね。だからまあ、玄関はきれいにすっきりして気持ちよく出かけられるようにしておくのがいいんじゃないかということで、開運というのは風水の開運は玄関をそういうふうにしなさいということだろうと思ってるんです。で気持ちよく出かけるとですね、明るい気持ちでふんふんって出かけると、まあ、会社つきますよね。でタイムカードを打つときに、まあ、大抵の企業だと守衛室っていうのがあって、安全のためにありますので、私の、勤めてた会社でも守衛室があって、守衛さんが、2,3 人ですね、おはようございます、おはようございますって、まあ、言ってくれるんで、こっちもですね明るく、まあ、明るく出かけたので、電車の中でも朝日を浴びて気持ちいいなと思って、私は毎日電車のですね朝日が入ってくるのパーッとちょうど入ってくるので、その東急東横線という電車で通勤してたんですけども、そこがですねちょうど朝日がもう放射状に入ってくる方向だったんですね。渋谷と横浜の間の電車なので、それでその朝日をね浴び、電車の中で満員電車ですから、まあ、座ってないんですね、立って釣り革を持って窓の方を見てるとですね、向こう窓からパーッと光が入ってくるね、その朝日をね浴びるだけで、私はその会社に勤める価値があるなと思ったんです。いつも朝その電車に乗ってる時に、それでなんか明るい気持ちで出勤してたんですけど、出勤するとですね、まあ守衛さんがニコニコしながらおはようございますって言ってくれるんで、こちらもですね、まあ、気分よく玄関に靴を出しっぱなししてないので、気分よくですね入って「おはようございます」ってこう声かけますよね、ちょっと会釈して、で他の会社のまあ人たちにも、エレベーター待ってる人たちも「おはようございます」とかって言って明るく、まあその日の一日の仕事はスタートするわけですけども、そういうふうに玄関っていうのは、スタートの場所なのできれいにするっていうことは、まあ玄関は入り口だから運がね入ってくるところだとか、そういうふうにまあ占いの本、風水の本とかにも書いてますけども、まあ、そういうことはまあ別としても、玄関をきれいにしておくっていう、整理整頓してきれいにしておくっていうのはね、とてもそういう意味では運が良くなる上でいいんじゃないかと思ってます。それからよくですね、犯罪というか事件が起きた時にテレビにですね、被害者じゃ、あと容疑者の、逮捕された容疑者の
あの家っていうのをその子映すんです。よく撮影してますよね、あのテレビの映像で出るんですけども、それ見てねいつもね思うんですけども、あのまあそういうね撮り方をしてるのかどうかちょっとわからないんですけども、あの大抵ですね、あの洗濯物のそのまあマンションでもアパートでもですけども、まあ洗濯物は当然ないんですけども、その干し物干し物干し用のなんハンガーみたいな、ピッチのこうついたですね、ブラス靴下とか吊り下げたりするこうブラブラってつ下がってるようなのとかですね、針金ハンガーだとかこんな四角いですね、あのそういう洗濯干すものとかね、ベランダにあのとか外にあるんですね大抵。その今度ねあの見ていただいたらいいと思うんですけど、でその犯罪を、まあ、その容疑者だからね、その犯人かどうかわからないですけど、まあ、その時点ではね、でもそういうなんかね、あのそれで、まあ、人のこと言えないんですけど、うちも別にそんな綺麗してないので、あのちょっと言えないですけども、あのなんかね私あの洗濯物 の, あのぶら下げてるあのそのプラスチックなので、まあ、木製とかだったらもう綺麗だからいいかなと思うんですけども、あのピッチのついたあの洗濯物干し竿じゃない、あの物干し、具ですけども、ああいうのがね、まあちょっとまあ太陽にさらされたようにあの、まあ、ところどころこう、ピッチがね外れてたり色が褪せてたりするようなプラスチックのね道具ですけども、あのなんかねそういうの見るとねすさんだ気持ちになるんですよね。なんかあだなんかね犯罪をまあそうだから犯罪になったということではないかもしれないけども、なんかその見るとなんかこういう生活してるとなんかもう犯罪に巻き込まれるようなこともありそうだなと思ったりして、私はあの洗濯物のはあの面倒くさくてもですねもう取り込んだらハンガーとかそういうものは出しっぱなしにしないようにしてるんですね。嫌いなんですね、マンションなんかでも。まあ吊るしとくとね次干す時に便利は便利なんですけども、ただね干し物がないのにねハンガーぶら下げてるってあのすさんだ感じがするんですよ。それでそれはあのお庭なんかもそうなんですけども、これはあの本当人のこと言えないんですけども、もう庭をね手入れしなくって草引かなきゃと思ってる間に草がですね、例えば5月の連休あたりがもうすごい生えてきて、それでシルバー人材センターの方にまあお願いするんですけど、それすぐってわけにいかない、早めに2、3ヶ月前からねお願いしとかなきゃ向こうもあの予定がありますからなかなかすぐは来ていただけないので、まあ、また草引かなきゃって毎日思ってるんで出かけるたびに。それで人のこと言えないんですけども、あのこのうちの周りもですねお庭皆さんあるんで、皆さんねほんと綺麗にしてらっしゃるんですよ。あのお花はね一年中も冬でもねなんかあの庭をねなんかやっぱ冬咲く花みたいのもあるのかなんかとても綺麗にしてらっしゃるとこ もう大体そうなんですけども、まあ、一年中なんか綺麗な花が咲いてですね、ああ綺麗でいいなって、私はあのまあ自分のとこ手入れしてないですから、よそのお宅のですねご近所のお庭を眺めながら歩くのが昔から好きなんですけども、綺麗にしてらっしゃるねもう本当あの吐き清めてるようなねお家っていうのはもうなんかもう悪いこと起きないだろうなと思うぐらいあの気持ちいい、外歩く人もねあの気持ちいいんですね。だからお庭っていうのは自分の家の家族のためだけじゃなくて、あのそこを通るね人のためだなって私いつも思ってるんですよ。だから自分の庭を、玄関さん門前をですねきれいにするっていうことはあのみんな気持ちよくねあの暮らせる社会になると思うんですね。で あのあれなんですって、空き巣なんかもですねきれいなあの庭、お花置いてるとことかね、あの
植木鉢でも、そういうところはね、あのそういう町はですね、町っていうかの集落というか、あのそういう一角はですね、そこにあんまり犯罪者入ってこないらしいんですね。それで、まあ、町内会の人とかがですね、あのきれいにしようっていうんで、あの植木鉢も、庭がなかったら植木鉢置いてきれいな花をね、いつも咲いてるようにあのきれいにするらしいんですね。だからあの要するに、まあ、その空き巣でも、まあ、強盗なんかもあるかもしれないけども、町ぐるみできれいにして、そういうきれいなとこにはあの、マイナス思考というか、その犯罪する、そう悪いことを考えるような人はやっぱり そういう町はなんかこう敬遠して、どっちかっていうと、まあ、汚い町、そういうとこにの方が入りやすいらしいんですね。だからあの、町内会がこぞって一生懸命きれいにしたり、それから夜回りしたりですね、火の用心とかって昔はよく回ってましたけども、そういうふうにしてあのきれいな町にするって、町づくりをするっていうのは、あの人の心を、まあ、そういう前向きな気持ち、明るい気持ちにするっていう意味で、そのなんか悪いことを、まあ、やろうかな、泥棒しようかなっていうような気持ちの人は、まあ、そういうところには近寄らない。だから、まあ、あの繁華街とかですね、まあ、ゴミが落ちてるとか、最近なんかもうマナーが悪くなってね、道路にゴミ落ちて、日本は綺麗だって言ってたんだけど、路上飲みして缶を捨ててたりですね、でもそれを拾って回ってる、綺麗にしてるボランティアの人たちもいるし、まあ人はそれぞれですけども、まあ、あのその綺麗にするっていうのは、家の、家族が気持ちよく出て行って帰ってくると、まあ気持ちいいとですね、まあ夫婦喧嘩も、まあ、第一声顔見た途端にですね、ただいまってとお帰りなさいとか、子供でもですね気持ちよく帰ってくると、まああの引きこもりするにしてもですね、家が気持ちよければまあいいかなと思うんですけども、なんか つまりうまくいくんじゃないかなというようなのが、まあ、あのあるんですね。だから、まあ、運不運っていうのもあの考えた時に、まあ、そういうあの占いだとか、それから、まあ、占いでなくても何かこうした方がいいよっていうような格言のようなもので、あの、まあ、自分を 運をよく、生きたいなと、前向きになんかそういうあの人生にしたいなって思う人はですね、やっぱりそうどっかでそういうふうに勤めあると思うんですね。だから運も良くなるっていうことがあると思うんです。で、あのその綺麗にするっていうのは自由のでですね、まあちょっとこれはあの先月夏、つい10日ぐらい、2週間ぐらい前でしたかね。で、実は私あのフェイスブックで知り合ったね方が、親切な方がいて、それであのちょっとお野菜とかもいただいたりする方なんですけども、ある時ねフェイスブックで、草刈りも終えて、仕事も今勤めてる方なんですよ、仕事もお休みになったから、お休みになりましたとか、あの草刈りも終わりましたみたいなことをあの書いてたんですね、フェイスブック。そこのお家はめちゃくちゃ広いお家で、家だけじゃなくても畑とか田んぼとかもあるところなので、草刈り終えるって言ったって、うちのそんなもうちっちゃい庭と違って、とてもじゃないけど大変なあの広さのところなんですね。それをあの、仕事の休みの時にあの、もう成し遂げたというか、あの暑い中に綺麗にしてすごいなと思ってね、いやうちも全然やってないなと思って、それであのそのフェイスブックに、偉いですね、うちはボーボーです、草ボーボーですって書いたんですよ。まああのフェイスブックのいいねのところにね、コメントのところに。そしたらですね、お休みまだ何日までお休みがある、お休みだから、あの、お宅の草刈りしてあげますって、言ってですね、あの
来てくださったんですよ本当に。それで、あの、いや、その時お礼を、私は当然ですね、いつもシルバーセンターにお金払ってますので、払おうとしたらもう絶対取らないですよ。で、仕事以外は取りませんって言って、あの、いただけないって言って、あの、まあ、ただでですね、草刈りしていただいて、で、そしたらその後ですね、またね、やっぱりあの考えたら、あの 草刈っただけでは綺麗にないから気になって仕方ないから、もう一回行きますって言って来てね、あの剪定かなんかしてる植木のですね、剪定して綺麗にしてくださって、今すごい綺麗になって気持ちいいんですよ。だからやっぱりね、庭とか玄関とか綺麗にするっていうのは、あの気持ちよくなる、気持ちよくなると人間は前向きになりますから、悪いことを、まあ、考えなくなるんですね。で、まあそういうわけで、その運不運っていうのを考えた時に、まあそういう小さい日常のこともあるかなとは思うんですけども、まずですね、やっぱりその運不運って、まあ、生まれるね、まず時代、例えば100年前に生まれるのと、まあ、人の命は1回だけですからね、いつ生まれるかって言って1回しか生まれないんだよね、あの、何万年の間に地球が、誕生したからでもその1回しか生まれないんですけども、これ考えた方がいいと思うんですよ、まあ、自殺考える方もね、これ本当ね、1回なんですよ人生って、命一つ1回しかないから、やっぱりせっかく1回ね、何万年、地球が生まれて 何万年ですか、その中の1回です。ただ日本人で1億2000万から3000万の人口だとしたら、その中の1人だから、その1つの命なんだから、まあちょっとそれはね、せっかくだから、まあ、あの、まあ、病気したりなんかいろいろ事故もあったりしてね、死にますから、いつかは100年すれば死にますから、まあ生きてる間はですね、あの自分で命を絶つっていうようなことはしない方がいいと思うね。せっかくだから、まあ、人生いつどう変わるか知れないし、今大変でも、逆転する場合もありますからね、分かんないから、その変わるところをね見るっていうのは面白くて、あのちょっと待った方がいいと思うんですよね。私も、まあ、この年ですけども、来年何あるか分かんないと思ってます。今3ヶ月後にね病気するかもしれない、それ分かんないです。でも、まあ、分かんないけど、その例えばインターネットがどこまで発達するかなんて、今インターネットが面白くてしょうがないんですけども、まあ、生きててよかったなと思ったんですね。人生の中でどんどん変わっていきますからね。なんかパソコンはあの Windows 95が出た時から私使ってるんですけども、それからもう 10台以上買ってると思うんですけども、どんどんあのインターネットの世界も変わっていくから、これからどんな風に変わっていくのかなって見てみたいと思うんですね。で、昨日あの、パラリンピックの開会式もすごい素晴らしかったんですけども、まあ、パリがね、あの、オリンピックの時もパリが出ましたけども、あれを見てるとね、3年後のパリ見たいなと思いますよね。だからまあ3年はあの死なないで生きていこうかなと思うんですけども、やっぱりそういう風にあの、変わったことも見るというね、楽しみっていう変わっていくことを見えるのは生きてるから見えるわけですから、あの、まあ、ちょっと死にたくなるね、とは若い頃なんかは、まあ、思春期の頃は自殺願望みたいなのあるか、死にたくなることあると思うんですけども、まあ、生きてた方がいいと思うんですね、そういう意味でも。で、あの、まずですね、運不運っていうのはしょうがないですよ。生まれる時の、ね、年代によって違いますから、50年前と100年前では違いますね。それから、私 の親の世代、祖父母の世代はあの戦争を生きてますから、戦争経験してますね。それから、まあ、戦後ですね、あの、まあ、日本はあの、まあ、どんどんですね復興して、まあ、経済的に豊かになったから、まあ、経済的にそのまあ、そういう意味では幸せな国民だと思うんです、外国から比べたら。
だってね、今アフガニスタン考えただけでもね、あそこにいる方どうなります、あのアフガニスタンの国民。大統領はもう逃げちゃったんですよ。国捨てたらですね、アメリカだってね、自分の国を捨てたね、あの大統領が逃げちゃって国がなくなってんのに、外国ですよ、アメリカがね。20年今まで、まあ、いたんですけども、バイデン大統領がね、もうこれ以上よその国のね、国の、存立をですね、アメリカがその見なきゃいけないわけじゃないから撤退しますって言って、アメリカ軍撤退しましたよね。でアメリカが撤退したら、まあ、なんでアメリカがね、あんな危険なタリバンなんかあれしてるのに置いていくんだみたいな批判する人もいるけども、でも 米軍も撤退しろって言ってるのは日本にもいますよね。米軍はあれだから出ていけって言ってるんです、言ってる人もいるわけですから、アメリカ軍がよその国にいるのは、まあ、そういう意味ではですね、よその外国に、駐留するのは、まあ、占領してるみたいにですね、アメリカはまあ、自分の国だけ守っていればいいわけです、そういう意味ではですね。だからそのどの時代に生まれるか、どの国に生まれるか、生年月日とですね、まあ、月月日はのけといて、生まれる年ですね、年によって運不運っていうのもあるんですよ。それから国によっても違うんですね。どこの国に生まれるか、アフガニスタンに生まれるか、日本に生まれるか、朝鮮に生まれるか、インドに生まれるか、中国に生まれるか、違うでしょ。それで国によって違うんですね。その時代によって違うし、国によって。で生まれたらですね、もう最初にもう運は決まってるわけですよ。自分で変えられないのね。それで、その中でもじゃあ今度はですね、どの親に生まれるかっていう運もあるんですよ。だってノーベル物理学賞取ってる家庭ね、その偉いノーベル物理学賞の、自分の父親がですね、そういう家庭、そういう家庭で、まあどんないい親でもね、もう子供の教育はどうかわからないんで、どうなるかわからないところありますけども、あ、ちょっとお待ちください。誰を移そうと思ってパソコンをちょっと移動したんです。電源を入れるの忘れてて、バッテリーが省エネモードになっちゃった。それでちょっと今電源入れたんですけど、ね、そういうわけで生まれるね、年代と国によって違う、親によって違うんですね。でこれ昨日ことついですね、びっくりしたんですけども、文科省がアンケートなんか調査したら、小学生と中学生かな、調査してね、何を調べたかっていうと、家に蔵書が何冊あるかっていうのを調べたらしいんです、ね、それと成績との関係ですね、子どもの成績。それで調べたら、ちょっと私はびっくりしたんですけども、まあ今ねデジタル電子書籍でね、私も電子書籍出したりしてますけども、電子書籍の時代とはいえね、2、30冊以下、蔵書はです、蔵書というのはその家に何冊本があるかっていうこと、まあ、雑誌は入ってないと思うんですけども、まあ、どんな本っていうのは別と、ジャンルは別としてですね、2、30冊以下が、まあ
ちらっとテレビで見ただけなので正確なデータまだ調べてないんですけど、 30% 嘘です、もしかして見間違いかもしれないと思うぐらい、その小学生の 30% の家庭がその家に本が 2,30 冊ない以下だっていうことですよね。ある、つまり30冊以上ないっていうことなんですね。それで100冊以下だとですね、100冊以下っていうのもやっぱりあの、30% ぐらいっていうことはね、100冊以上の本がないんですよ。6割の小中学生のお家にですよ。でちょっと私これあのまだ信じられないので、ちょっともう一回ね、ネットで調べようとは思ってるんですけど、まあ、いずれにしてもとてもね本が少ないっていうことは、まあ、今本が売れない時代ですからね、一概にはまあ時代的なあれあるんですけどもね。で 本があればねいいのかっていうことなんですけども、私はまあ本がもうはっきり言って悪いけど、本は好きですけど本が邪魔で、もういつもあの本を処分ばっか処分してる人間なんですけども、でもね100冊っていうのはあまりにもね、あのつまり夫婦親が両親もしいたとしたら一人ずつ本だったら50冊ですよ、一人の持ってる本が。50冊ってあのまあ捨てていくのかもしれないですけどね、持たないでね、もう読んだら全部捨ててしまう、捨てるっていうかブックオフに売ってしまうとか、そういうのあるのかもしれないけど、もう邪魔だから持たないっていう人ももちろん中にいると思うんですけども、あの50冊って例えばまあね大学生からの本を考えても、もう参考書だけでも、まあ、10冊や20冊や図書館使うにしてもあると思うし、そうするとね両親がいたら半分だから100冊あったら1人50冊だから、50冊っていうことはね、あ、本当ないんじゃないかなと思うんだけど、それぐらい本がないらしいんですよ。それでその本のないお家の家庭の子供はあの、本がないからじゃないですよ、本がないお家の子供の成績は悪いらしいんですね、文科省 の、 あのデータによると。それでその家庭環境っていうのは、まあ親のそういうその親のですね生活、まあ、態度というかなんかそういうものに影響されるっていうことはあの、まあ、データ的にあるらしいんですけども、まあ、そういうふうにですね、まあ、本を持ってないような家庭に生まれるか、ノーベル物理学賞のお家に生まれるかによって違うと思うんですね。それから、まあ、親の職業でもいろいろあると思うんですけども、まあ、真面目な親とかですね、まあ、暴力する親とか暴力的な親とかですね、DV とかもあるわけですから、その子供がね今あの親がいつも家にいて居場所がないっていう子供をね、女の子なんか特にあの腕力もないですし、親にね、怒鳴られたり殴られたりしたらね、それはあの家にねあの我慢するしかないね、生活力がないから、自立できない子はもう親に頼ってるわけですよね。私のところにも犬があの番犬でいるんですけども、餌をですねもうやらないと死んじゃうんですよ、その犬は。その私がもしですね、何かで餌や水をやれなくなったら、誰も気がつかなかったらですけどね、死んじゃうんですよ。だから人も同じで、赤ちゃんとか小さい子供とかですね、病気の人とか、昨日もパラリンピックでねもう本当にかっこよかったんですけども、その、介助なくして生きられない人っていうのは助けてもらわないと生きていけないんですよね。でそういう生まれる過程によっても
違うんですね、運は。だから自分だけの力ではどうにもできない部分っていうのはね、生まれた時からあるんですよね。それでまあじゃあ、それでもう終わりかというとそうじゃなくて、私がいつも思い出すお話、話があってですね、これは中国、中国古事、中国の古事によく出てくる話なんですけども、ちょっともう例によって本探すの大変なので、まあ、どこにあるかっていうのはちょっと選べないんですけども、ね、あるところにその男の子が生まれて、そしてある時何歳だったかちょっともう今あれですけども、その男がですね、落馬したんですね。馬に乗って落馬って言って、馬と落馬と重複してると同じような言葉の表現で悪いんですけども、ある時に、ね、落ちたんですね。あ、馬だったか羊だったか、ちょっと今、多分馬ではなかったかなと思うんですけども、あの時代でね、馬に乗るっていうのは、まあ、一般庶民はそう乗れないんで、あれだと思う。とにかく羊だったか分かんないけども、足をですね骨折しちゃうんですね。骨折して、それで今はですねすぐ、まあ、手術しなくても、まあ、治る場合もありますけど、私手首を骨折した時ですね、病院行ったら先生が、獣医さんが、手術しますって言うんで、絶対手術しなくていいですって言って、自分くっついてれば骨はすぐくっつくからそのうち治りますって言って、ギブスだけで手術断って治したら、先生が、このことあんの、私なんかもう必死になって1ミリの1センチのあれも一生懸命やってるのに、なんて言われたんですけども、当時です、その落ちた人はですね、当時だからそういう手術とかきれいに治してもらうってことはないので、要するに差別用語になるけど、片足不自由になって、なったわけで、そうすると父親もね、もう働くのも、十分働けないし、本人もこんな、まあ今だったらね、別にしよう、片足ね、そんな下ぐらいでそんな不自由になったぐらいでね、そこまでなる時代じゃないけど、まあ、当時ですから、大昔ですから、要するにまあそういう障害者になってしまったということで、すごく嘆き悲しむんですね。そしたらそのうちですね、その村は戦争が始まるんです。その村じゃなくて、戦争で、要するに今でいう昔日本も戦争の時に徴兵、検査みたいなのがあってですね、徴兵制っていうのがあって、昔赤紙っていうのがあって、その紙に赤い紙が来るともう出世しなきゃいけないわけですよ。兵隊に行く、戦争に行く、もうそれ運もない、 もしそれ断ったりして逃げたりしたらもう重犯罪になりますから、ですけども、その要するに赤紙がみんな来たんですよ、村の男たちに、健康な元気な男たちに、戦争に。それでところが、その、片足、まあ、不自由な体になってしまった、嘆き悲しんでた親子、父と息子ですけども、親子のところには、その、命令が来なかったんですよ。それで、日本でね、その徴兵、出征できなかった人っていうのは、非国民扱いされたりして、その、戦争に行けなかった、合格しなかったっていうんで、コンプレックスを持ったんですね、すごく。そういうふうに行けないっていうのは不名誉なことだったので、戦争にも行けないって言って、そのみんな村の男たちが行ってですね、国のために一生懸命働けるのに、その息子は行けないんで、親もね、まあ、悲しんでたっていう話になるんですけども、まあ親子はその村で肩身の狭い思いして暮らしてたんですね。でそのうち、まあ、当然戦争終わります、戦争終わりました、日本も終わったんです。でどうなったかっていうと、
村のね、あの、若者たちがもう全部じゃないけども死んじゃったんですね、戦争に行ったから。当然ですけど、日本も戦争に負けた時には、ね、あのいろいろ南方とかですね、ちょっと想像しただけでもかわいそうでたまらないんですけども、食べ物もなくて水もなくて、例えば蒸し暑い南方でマラリアになって死んだりとかですね、そういうこともあったわけですよ。であの爆弾でですね、まあ爆弾で死ぬのはいいとは言わないけども、まあ戦艦大和でね、亡くなった人もいるわけですから、どんな死に方してもですね、戦争、死んだ人はみんなとても不幸な人生だったと思う、こんな人生だったと思うんですけども、その村の足の悪い戦争に行けなくって非国民だったその子はですね、まあ戦争に行かなかったから生きてたわけですね。それで村の戦争に行った人たちの多くが、たくさんの若者たちが死んで帰ってこなかったんですね。生き残った子もいますけど、でそのね、これはまあ運不運の話のエピソードなんですけども、もしですね、その、息子もですね、落馬して骨折しなかったら戦争に行って死んでたかもしれないんですよ。だけど、落馬して嘆き悲しんで、こんなね障害者になってしまってって言って嘆き悲しんでたんだけども、その後戦争っていうものがあって、戦争に行かなきゃいけなくなって、でも骨折してたおかげでですね、足が悪かったおかげで行かなくて済んだ。でまあそれいいかどうか別として行かなくて済んだんですね。そして戦争が終わった後生き残って、一生懸命村のためにですね、まあ働いたり、父親もね高校したり、まあ片足は不自由ですけど、それで田畑耕したりして、まあ生きていったっていう話があるんですね、中国個人に。だからその何がですね運が良くて何が不運かっていうのは、その分からないっていう例えなんですよ、これ。それで運が悪くてもそれが好転する、逆転する場合が、逆転する運もあるっていうことなんですね。だからなんか、悪いことがあってもですね、そういうふうに、まあ、変わ人生の運不運っていうのは変わりますよっていうのが私の今日のおしゃべりなんです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。